はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4を続きやっていきます。周辺探索をちょっと動画にしないのもったいないかなって思って、結構見どころのある場所もあったので、探索を今回はメインにやっていこうと思います。今いる場所はグリーントップナーサリーがあって、で、ここに街があって、これ今何着てんの、これ。 なんか変な帽子かぶってる。で、ここに学校があって、正面から入れないから、この辺から入って、この学校の、こっちの下にちょっと驚くべき場所があって、ちょっと行ってみよう。ここの学校の地下がなんか見覚えのある作りをしている。ボルト111とほぼそっくりな。ここも別の核シェルターでターレットがある。ターレットがある。ぐるぐるっとやって、ちょっとターレット空気読みなさい。これでよし。完全に、シェルターだね、ここ。ちょっとトラップに注意して中を見ていこうかな。なんかあった。ボトルキャップ。またワンワンワンとはちょっと作りが違う。ここでまあ開閉をする。ヘアピンの箱。白状ファン。ターミナル。開閉できるかな。入学許可記録。特にデータしか入ってない。エレベーター。こっち何でもない。エレベーター。あれ、かなり綺麗だけど。あーっと、コザーズも入ってきた。ん？ボルト 75？ ボルト 75？ なんか新しいサブクエストが始まってしまった。またこれあれかな、コモンウェルス各地にいろんな核シェルターがあるのかな。なんか同様の実験をやってみたみたいな。ボルト、これを優先してやっていこう。探索。誰かいたぞ。敵だし。人が普通にいるけど、なんで敵対してくるんだ。射撃手結構ね、ダメージ高いんだよね。ちょっと普通のピストル使っていこう。あ、普通のピストルいいわ、これ。よし。あ、ピストルいいわ。ピストルいいな。あ、てっきりシェルターが一つしかないのかと思ったけど。なんかレア物がありそう。なんだこれ。ターミナルが壊れてる。ここもなんか冷凍保存みたいなことやってたのかな。トラップか、これ。え、浮いてたけど今、生成水。こっち開かない？不気味だな。
敵か。ファニャいない？マネキン、あ、いるな、結構。コズワス先行しちゃった。おっと。ちょっとこっからじわじわ戦って、コズワス、コズワスが燃えている。どっから撃ってきた？いた。うん、じわじわ戦っていこうか。一人 OK。 へこみが残りそうです。あれ上にいるか。OK、 一人来た。コズワスがダウンした。OK、 スティームパック、ちょっと放射のダメージを結構あったから回復しようか。どれだっけ、これだ。でもう一個スティーム、まだいる、いた。手慣れてるな、狙撃手。おお、火炎瓶一体いくつ持ってるんだ。よし、まだいる、上にいる。当たんね。ちょっと中に入って、痛い痛い。ナイス、コズワスナイス。これマネキン、どこにいる。朝飯前だ。ちょっとぬかコーラゲット、スティンパックゲット。ゆっくり近づいていこうか。おー、トイレ。なんかワンワン前より設備良くないか、このボルト。ロッカールーム、奥がまだある。ボトルキャップ入った。まだいるよね、そりゃ。射撃手、よし、先手必勝。あ、貫通しない、防弾か。コズワス、ちょっと避けてくれ。オッケー。あ、体力危ない、危ない。適当に食べ物を食べよう。ん、アルコール中毒やった。これ酒か。まあ、酒ぐらい大丈夫でしょう。まだ敵がいたような。いた。よし。あ、結構弾減ったな。クイックセーブ。まだ敵いるのかな。あれ、これポットじゃない、ポットじゃない。上行けない、別の道から行こう。地下の公園、公園か。あ、こっちの地下生活の方がまだいいな。フレーム、広いな。もらって、
レーザーピストルプラスとか誰か持ってないかな。ターミナルみんな壊れてる。解除。Got it. もらって。あ、ターミナルあった。教室ターミナルってあるけど、これ学校に何か関係あんのかな、これ。今日のレッスン。この辺は日本語化した、日本語化したら、日本語版が来たらもうちょっと内容が明らかになるでしょう。あっちに行ったのか。ちょっとあっち行きたい。ほっ。手錠がある。ん？アドミンアクセスカード。カード見つけないといけないのか。そういうのって実はこの辺にあったりするとかない？ないか。寝室？おもちゃ。だけどもう狙撃手しかいないってことは、みんなやられたのかな。てか狙撃手はそもそも悪い人たちが撃ってくるなら、撃ってくるなら悪い人たちか。こっちも寝とこう。アクセスカードなんてどこにあるんだろう。あと行けるところはこっち行こうか。まだ敵いるかな。こっちオープン。下いる。ロード。そうだ、ショットガンの弾大量にあるんだ。頑張れコズワス、頑張れコズワス頑張れコズワス。リロード。強いコズワス。ダウンしなければ強いコズワス。まだ向こうの方にもいる。レーザーピストルプラスだった。こっちにいる。だ、なんでこんなとこに。いてて。よし。トイレにいた。ちょっとレーザーピストル交換しとこう。ここはなんだこれ。実験室。ロッカー、ボトルキャップあった。こっちにもボトルキャップ。こっちにもボトルキャップ。銃が置いてある。え？おお、いる。見えたな。コズワス、コズワス、そこバレるぞ、コズワス。明るいな。このまま近づいていこうかな。階段かなんかある。あった。くらえ。あ、待って、コマンダー、これ強いやつか。セーブしとこうね。あ、強いかも。回復しよう。コスワス避けて。リロード、リロード。コザーズに気を向いてるうちに。危ない危ない。よし、倒した。親玉かな。お、アクセスカードあった。
セスカードゲットで、プランジャー、コザス復活、多分親玉っぽいやつを倒した。ワンワンなんか、ワンワンワンなんかよりこっちの方が良かったな、住むなら。ゴミ入れ研究室、こっちまだ奥あるのか。ん、ここで終わり。上に戻ればいいかな、ひとまず。ターミナルは壊れてる。迷いそう。さっき言ったトンカチ、上に戻ろう。迷う、こっちだ、こっち行こう。研究エリアに入った。まだ敵いるかな。アクセスカード、アクセスカードで通るってとこなら敵はもういないかな。あれ、ここさっき通んなかったっけ。あ、通ったね、通ったね。あ、最初の場所に戻ってきたんだ。あとはこっちもアクセスカード。あれ、また別のカードか、これ。誰かいる？いるな、まだまだいるか。サイドにはいない、正面だけ。リロード、ああ強いな、スティンパーク。リロード、よっ、横から来た。リロード、ありがとうございます。回復は慎重にやっていこう。まだいる、うん、敵が突然変異。あ、本当だ、変異してる。どうしよう、これ距離がある。おーっと、死ぬ死ぬ死ぬ、回復しよう。よし、オートマチック。あの変異してるやつは一体どうしたんだ。レジェンダリーガンナー、強い、スティンパーク。そうだ、ちょっとあれを装備しよう。あ、左からも来てる。リロードで、コザワスダウンしてるし、適正レベルじゃなかったかな、まだ。ここに来る、ほら燃えろ、出てきた。まだいる、倒れた。お、バット、バットゲット。どこにいるのか、まだ。結構やりごたえがあるシェルターに来てしまった。ターミナルあった、特になんもない。最高。
ポートルキャップ。下が透けてる。ここが開く。あまりにも広いな、ここ。卓上ファン。で、ここでさっきの下が見え、真上にいるのか。さっき来た場所。ここ開けて、ここにもターミナルがある。他にアイテムはあるかな。ドルキャップ。なんだこれ。ジャングルズ・ザ・ムーン・モンキーゲット。これ壊れてるターミナル。こっち行こう。一つの目的地がもうこの先か。あれ？敵かーい。二人いるし。近い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 。よし。倒した。倒す敵でよかったのか、ひとまず。新しいカードゲット。お、で、ビップボーイなのか、これは。新しいボーイをゲット。スティンパックとかも結構消費していくけど、その分だけまたここにも落ちてるから、なんとかなる。扇風機取って、クイックセーブ。ちょっとじゃあまた上の方に戻るか。この辺は多分こんなもんでしょう。下か上かも分かんなくなってくるな。ここに戻ってきて、で、そうだ、こっちに行けるんだ、これで。上。まだいるか、敵は。ここまで弾を受けて倒れないとは。ターミナルあった。他には扉が2つ。このターミナルは見残れてる。こっち行ってみよう。今いたか。1人、2人、一気に倒せるっていう武器がないんだよな。レザーピストル使おうか。ホザス行け。おお、腕を怪我した。燃えちゃったな。こっちから入っていけるか。解除解除解除しちゃおう。解除 OK。 あれ、これ上に繋がってない。え、コズワスが。リロード。おお、燃やしてる燃やしてる。腕回復。なんかまだ顔がアヘ顔になってんだけど。なんかある。なんもない。まだまだ先がある。管理者エリア。
ワイン。お、ああ、これはさっき言ったところなのかな、ちょっと見づらい。特別なターミナルがあった。管理者区域を探検しろ。あ、とりあえずこれでボルト75は完了。リモートドアコントロール。ドア開ける。ドア開けます。セーフコントロール。よし。とりあえずここはいいんだ。もうちょっと先行ってみようか。でも。もうちょっと先行ってみよう。バーバリアン。この辺ゲットして。どうかな。あ、これは。これはヌカコーラクワンタムじゃなかった。ただの影、影だった。ヒューズ。さっきの行けなかったあっちの方のね、扉が開いたのかな。そこまでをちょっと戻ってみよう。あ、こっちからも行けるのかな。オープン。戻ってきた。ここに戻ってきた。こっちもこれで開く。特にこれといって人体実験をされてたとかの形跡はなかったけど、ボルト75の全容はこんなところなのかな。かなり広かったけど、よし、じゃあ今回はここまでにしようかな。ちょっと最初始めるときはあの学校の下にあのシェルターがあって、まあ111をもうすでにどういう構造化してたので、そんなに広い探検にならないとは思ってたんだけど、予想以上に広がった。じゃあ今回ボルト75の探索のみになっちゃったけど、じゃあ次回もまた別のとこ探索していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。